ベビチューブのエミです。今回は私の自宅の洗面台下の収納方法をご紹介したいと思います。アパート住まいでとっても狭い洗面台なんですが、ぜひ最後までご覧ください。それではスタート。このラックはニトリで購入しました。このラックを使うことで収納スペースが増えるのでとてもおすすめです。でね、すぐわかるようにラベリングをしてます。はい、では一つずつご紹介していきます。このボックスにはパックを入れてます。こちらはセリアで購入しました。この3つのボックスはダイソーで購入しました。ここにはヘアセットを収納しています。ここはエチケット、マウスウォッシュとかアイボンとか入れてます。はい、ここにはヘアアイロンをもうこんな感じで雑に入れちゃってます。で、この引き出しはセリアで購入しました。一番上には毎日使う入浴剤を入れてて、2段目には歯ブラシ、3段目には石鹸のストック、4段目には基礎化粧品のこういったミニボトルを入れてます。で、この中には長めのもの、ハサミとかカミソリとかを入れてます。こちらはダイソーで購入しました。ここに3つスプレーボトルをかけてるんですけど、これはセリアで購入しました。で、この奥には重曹を置いてます。このケースはセリアです。ちょっとね、入りきらなかったので2つに分けて入れてます。私はこんな感じで収納をしています。ぜひ参考にしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。